浜地区でございます。浜地区の出汁は平成9年3月に完成した二代目の出汁です。初代の出汁に飾られた彫刻や煉獄、浜すだれ、そして螺鈿細工などはそのまま新しい出汁に引き継がれております。とりわけ彫刻は当時の名工といわれた後藤萌坊正綱の手によるもので、一見の価値があります。また出汁に飾る大人形、昭和12年東京下町の熱宮が制作した鹿島神宮堂と祭祀に武井さんちの御事が天下大御神の命に目を置く動物決定した時の優勝を表したものと二人が近くなったことから町内一貫となってこの人形を復帰し、今年新調いたしました。昨年までと違う淡路袋の作を私をぜひご覧ください。お囃子を演奏いたしますのは玉田メガレンの皆さんです。Thank you.
ので、係員の入電に参加してください。